そうラジオね、おやすみ年 B のパーソナリティになりました。ありがたいです。今日は待って、写真撮ればよかった。やば、写真撮るの忘れてた。私が今から食べるもの何でしょう。何でしょう。皆さんスクショしといてください。これちょっと邪魔や。これスクショしといてください。肉うどんです。イエーイ。本当にちょっと食べたかったんですよ、肉うどん。でもどなたでしたっけ、そうロングコートダディさんがネタをしているやつを見てからずっと食べたくて、肉うどんを今日食べます。これどこで買ったっけな、丸亀じゃない、花丸うどんかで買ったんですけど、花丸うどんやったっけな、劇場近くの。そう、年明けのねヤングマガジンに私掲載していただけます。もう発表されたのかな、なんか見たツイッターで。分かへんねんけど、何やこれ、ちょっと待ってな、大乱闘。久々に食べるうどん、じゃあうどん食べるのは久々じゃないけど別に。ちょっと iPad ないっけ、ここ、ちょっと iPad で写真撮ろう。肉うどんの写真、私の携帯があれなんで今使っちゃってるから、すっごいなんかまずそうに見える、その私の撮り方の問題。まあ、豆にあげますね、これは私の肉うどんの写真は。ごめん、私こっちを食べたいんです。いただきます。磯辺焼きみたいな、やばい、嬉しい、うどん食べるの、やったー。今日は昼型 NMB でした。皆さん見てくれましたか。すごい顔なじみの方がいっぱいいて私は安心しました。落とした。猫ちゃんはね、ネギとかを食べちゃうとなんか腰抜かすみたいなの聞いたから気をつけなきゃ。皆さん見てくれましたか、夕方じゃない昼方の日。いただきます。これなんかさ、中やねやんか、サイズが分からへんくて、うどんのめっちゃでかいんよ。なんやこれ、めっちゃ美味しい。食べるの下手くそ。なんだこれ、絶対すごいお腹いっぱいになる。
皆さんもご飯食べましたか？実はこれ肉うどんだけじゃなくっておろしも入ってるんですよ。大根おろし。うんふん。うんうん、何これ、まっ。食べ方綺麗な人は育ちがいい人。私じゃあ育ち悪いですね。食べ方汚い。美味しい。お肉なんこれ超美味しいんやけど、なんで自分はずっと肉うどん食べずに育ってきたのかを疑うぐらい美味しい。食べたことあるけど、うどん別にすすれはしない。ん？すすれへんことはないけど、でかいんです。超美味しい。一口が小さい。ショールーム用やで。ショールーム用に小さくしてるだけ。もし配信なかったら思いっきり食べても。そうよ、これ今配信用の食べ方やで。女の子に騙されないで。通常モードしたらみんな引くで。全然座れへんねんけど。意外と多い。めちゃくちゃ美味しい。ほんまになんだこれって感じな。あすこちゃん
来た赤いのこっち。どうやって押すの？むずっ。ヨダちゃんもしかして好きですか？大好きです。うん。うんうん。これいっぱい。の。なんかすいたん？うわ、あんねん。チコちゃん。かわいい。気持ちいい、これ。うん。うん、ほんまに大きい。今日は昼型 NMB がありまして、めちゃくちゃ楽しかったです。食べきれそう？無理。無理な自信がある。劇場で見てました。ありがとうございます。わざわざ来てくれて寒い中。これこれこれ、あば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 。スコが来ました。パジャマです。パジャマ。もうだいぶお腹いっぱい。お腹空いちゃいました。おいしい。うん、なんか明るく見える。めっちゃフライデーゴールドグラデーになってましたね。ありがたい。ボソボソ。ありがたいです。ま、中は無糖の紅茶が入ってます。もう15分だったね。早っ。テニス選手がカメラにサインするやつみたいに見えた。今日はまったりとショールームしたいなと思って。久々に24時間終わってもう2日経ったよ。早っ。今日はトップエールネオさんの発売日ですね。こんばんは。こんばんは。
そう今日はうんロマンスの神様になんか涙出てきた。そうロマンスの神様を歌わせてもらいました。やっほやっほなんかいっぱいなんかチューってこんなでかいんやと思った。2022になったら押していいですか。なんで今押してくれへんの。インタビューよかった、ありがとうございます。明日28か、明日ブブカさんの発売日でもあるのでぜひ見てください。お願いします。うどん減らへんな、増えてる気する。皆さんさっきのスクショしてくれてましたか。私が肉うどん食べてるこうやって見せてるやつスクショしてくれましたか。いやそれをあのツイッターでログコードダディさんに送ってください。自分でやれよっての。いやあのねあのそう今日ね終わってからその夕方じゃ昼方か終わってからあのログコードダディさんにお会いしたんですよ。であのあれ何やったっけな、ロンコータリーさんにお会いしてね、その時にあのいろいろお話をしたんですよ。そのネイビーザフロさんとロンコータリーさんと私でいろいろお話をさせていただいて、でなんか私ってなんか結構その昔から見てくれてるファンの方わかると思うんですけど、めちゃくちゃ本当にクソガキなんですよ。そうほんまにもうびっくりするぐらいクソガキで、そう本当にもう度がつくほどクソガキなんですけど、それで今日もあのいっぱいいっぱいあのネイビーザフロさんのことをいじらせていただいて、R1 絶対決勝行かないでしょみたいな、いっぱいそういじらせていただいた後にそうちゃんとあもう終わってからあちょっと言い過ぎたなと思って、で本当たまたまあの私ね終わってからあのタワーレコードさんに行ってサインを書かせていただいたんです。今なんで報告すんねんって感じなんですけど、そう今んそうサインを書かせていただいたんですよ終わってから。なのであの難波の無印のところにあるタワーレコードさんの中に私のグラビアのパネル飾ってくださってるんですけど、そこにサインを書いたので皆さんぜひ見てください。でそのサインを書くのにちかしげさんちかぽよについてきてもらおうと思ってそう待っててであの NMB48 のパネルがある部屋があるんですけど、そこに行ったらそうロングコートレディさんとネイビーズアフロさんがいらっしゃって、でちょっと言い過ぎたなと思ったのでちゃんとそうネイビーザフロさんにちょっと言い過ぎましたすいませんみたいな感じで謝ったら、いやすごいやりやすかったよって言ってくださって、でその横にいらっしゃったロンコートダディさんもいや本当にやりやすいって言ってくれて、なんかそうやって何ですかね芸人さんに言ってくださ言ってもらえるのがすごい嬉しくて、私はなんか正直悩んでてずっとクソガキで行くのもあれやけど、なんか急にだってさ今までゆずがクソガキやったのにさなんていうの急にそんなね正統派アイドルみたいな感じになっても絶対おかしいし、
そう、それでいっぱいお話しさせていただいて、でその時にあのロンコートリスさんに今お疲れ様でしたって言ったら、ロンコートリスさんが見てくれたって聞いてくれはって、あ見ましたって言ったら、うさぎさんがあの肉うどん食べたって聞いてくれたんですよ。で肉うどんちょうどほんまにももっちが劇場来た時にうどんを食べてて、で肉うどん食べたいと思ったから、私がうさぎさんに、あそういえばこの後買おうと思ってたんですって言ったら、そう絶対嘘やんって言われて、でまだ本当に食べたっていうのをそうまだ言ってないので、なので皆さんぜひそれを送っといてください人伝い、人伝い、人をなんていうの、人を頼りに、いや難しいですね日本語って。ケツあれ思ったけどなワゴンあるも買わないと無理よ。明日タワレコ行ったらパネル見えますか？見れます。人づてか、人づて、人任せ、人づて、なんで皆さんぜひお願いします。それでもなんかあんまりなんていうの、そう夕方テレビのスタッフさんもそう今のそのゆずみたいななんていうの、失礼なことを言えるっていう人がいないって言ってくれて、そうだからそうあんま失礼なことを言うっていう人がいないから、かそういう子がもっと増えてほしいって言ってくれはって、あ嬉しいなと思いました。だから逆になんかなんていうの、芸人さんもやりやすいって言ってくださって嬉しいですね。とても後輩にもそういう子が出てきてほしいって言ってくださってたの で、 で今はちょっとそのポジションは譲りたくないですねクソガキポジションをちょっと譲りたくないですね誰にもいやそう佐久間さん、そうです佐久間さん、もう私が入った頃からずっと見てくださってる方なんですけど、そう私の初めての夕方ナビの時からずっと見てくれてます。うどん、そうです、そうめちゃくちゃ嬉しいですね。でもそうやって言ってもらえるのは、スネービーズアフロさんがそうやって言ってくれた後にウサギさんやりやすいって言ってくれてよかったです本当に。でその後は強制の話本当に結構割と長いお時間話させていただいたんですけど、強制の話もして皆川さんはゆずちゃんいつの間にか矯正外れてるやんって言われて、なくなっちゃいそう。サーブ、なんでこんなサーブになるのこの部屋、めちゃくちゃサーブ、めっちゃグーってなってる。なんで、気持ち悪パパです矯正はでも大体 2,3 年ぐらい、嘘それぐらいか、 2,3 年ぐらいですかね、 1,2 年 2,3 年ぐらいやってましたね。大阪雪降ってないです。
そう、ダイアンさんにもお会いしたいですね、いつか。そう、昔はね、大喜利の意味も分かってなくて大喜利やのにほんまの話を言うっていう。なんかドラニの会でダイアンさんがいらっしゃった頃で、その時になんかお題がなんていうか、ドラフト2期生で大喧嘩、どんな喧嘩みたいな大喜利で、私まだ大喜利って意味も知らなかったんです、ドラフト2期生が。そう、それで知らなくて普通に本物の話をしてました。私お笑い全然面白くないからね、逆に悩みですよね。本当に第2回は伝説、あれはほんまにあかんかった。どんな喧嘩みたいなんで、私が何やったっけな、ななみアラームで大喧嘩みたいな、なんかで大喧嘩みたいなんで、その後普通エピソードとかないじゃないですか、大喜利に。なのにこれはほんまにあったらしいなんですけどみたいな言ってバカバカしい。鮮明に覚えてますよ、その時。よし、エイリンちゃんともハリセンで叩き合ったのももうめちゃくちゃ覚えてます。私はまあ中学生メンバーって大人やなって思う、ほんまにそう。そう、成長したなって話をしてました懐かしい。あったかいうどんですね、今食べてるのは。うんちゃんね、確かにエリンちゃん元気かな。うん、あったかいうどんやけど食べるのが遅いからさ、もう結構ね、あの冷えてきてますねそう、堂前さんもお優しくて、何これああ、なんか綺麗に食べるのってむずくない？水だけ？そう思うの。これ汁あるんですけど少ないんです。めっちゃ多い。色あるんです、ちゃんと。でも矯正の話ずっとしてました、ロングコートダディさんとネイビーズアフロさんって一緒に。まさか私は一番先輩になるなんてね、今日のメンバーの中でもびっくりですよ。うん、なんかいっぱいも、うん、昼方面白かった、ありがとうございます。もうまさか私があのギャグをさせられるなんて思ってなかったので、正直びっくりでしたね。
ふうぞい。今更だけどサンタコス強すぎる。見てくれたんですか。ありがとうございます。嬉しい。なんか鼻も目も赤い。あのギャグこれから使うの。まあどこかで使うあれがあったら使いますね。あれはケイトがやるべきギャグ。ほんまにそう。もうあれは私じゃなくて後輩がやるギャグですよ絶対。私じゃない。すごい。すごい。すごいすごい。絶対使うとこは絶対ないや。分からへんで。もしかしたらいつかやるかもしれないですよ。けどグッズ売り切れとった。やった。それもね、なんかそうやってさ、何いろんなお笑い芸人さんを見てくださってるスタッフさんからなんかゆずみたいな存在がいた方がいいって言ってもらえるのはありがたいです。そう、なんか皆川さんもなんかゆずちゃんっていい意味で好感度を狙ってないっていうところがすごいって言ってくださって嬉しい。まあ確かに好感度は必要ですけどね。なんか無理に狙っても意味ないじゃないですか正直。本当に私しょうもないことでも何でもらっちゃうんです。自然体って感じよりほんまに嬉しいです。でも初めてなんかそうやって芸人さんとちゃんとお話しさせていただきましたね。フィリピンからのご挨拶って書いてる。ありがとうございます。 Thank you。 久しぶりにごてるちゃん見た。やった。作ってない感じが一押しポイントです。やっぱりね、なんかなんですかね、多分人見知りじゃないっていうのが一番いいと思うんですよ私の中で。でも今日そうやってお二方とお話しさせていただいて、なんかもっともっと今以上に学ぶこともあるし、今はそうやってなんていうのいろんな芸人さんに失礼なことを言うみたいな感じにやけど、なんか多分それだけじゃねまだまだだと思うので精一杯頑張ろうと思います。ファンレターって呼んでくれますか。届いたら読むけど届かへんかったらね。だから今多分送られへんのちゃう。好きな好きな曲なんやろ。でも私ドラフトで賛成かわいいやってました。お腹いっぱいもんほんまに。ほら手紙ダメだよねって来てる。じゃあダメです。ほんまに今何も送れないんですよね。
だから気持ち伝えるなら DM 送ってきてください。仕方ないよ今はもう。半分は多分食べましたね。斜め上見てるけど、なんで見てた言うぞ今。ゆずちゃん、ちょっと相談があるんですけど、いいですか？何ですか？私に何解決できるものなら。しだれ柳しなだれかかるよ。眠そう、ちょっと眠たいですね。明日モーネのラストおしゃべり会奇跡的に撮れたんだけど、うん、何ぐらい月見る、うわ忘れてた。ちょっと今は考えたくないかも、忘れてた。今日フラッシュとフラッシュスペシャルとトップイエローのやつかな、アンケート書いてきた、ありがとうございます。パジャマです。これね、可愛いけど、あ、可愛いけどちょっと寒い素材が。なんでこんな目赤いんやろ。目赤っ、なんで。皆さんは今日何してたんですか。一日どうしても行きたい美容院の予約とかって頭ブリッジされてる状態でお話大丈夫だと思いますか。絶対大丈夫やろそんな。だってさ考えて、もっちもう芸能界引退するって言ってんねんね。やのにもうもしかしたら一生喋られへんかもしれへんや、分からへんけど。だから絶対普通にもうそんな気にせず参加した方がいいと思う。大丈夫。今日も仕事筋トレです。お疲れ様です。昼方行く前セイントセイヤ見てました。待って、めっちゃいいやん。あれ見た？あのゆずの一番好きな漆黒の、漆黒？だっけ？チェイサー見ましたか？見ました？死ぬほど笑った、あれほんまにもう大好き、マジで大好き。あれえほんまに奇跡じゃない、あんな面白いの。えやばすぎて言うぞ、ほんまにびっくりした。あれだってあのももっちの、びっくりした、ももっちのコーナーの前にあったんですよ。外、そう、外ロケのがほんまに面白かった。それが流れてて、外ロケのがもうあの出てくる瞬間が面白すぎた。あの劇場のとこからバーって走って出てきたり、そうほんまにそう、ほんまにそう、そうなんです。ドローンの無駄遣いがワヤネーヌらしくて大好きです。漆黒のチェイサー、シルエットやばいって、いやほんまにもう大好きなんですけど、あれ天才すぎません？だってあんなにも面白いの、もうめっちゃ笑った。ミラコにすぐ LINE したもん、天才って。
え、そう、肩パッドみたいな入ってんのが面白かったよな。最高でした。ね、ロケ大変だったみたいですね。朝の4時ってやばいな。絶対、しかもさ、なんか見てる限りさ、めっちゃ風吹いてたやん。あんな格好すごいな。ホーム画面してるって言われたね。あ待って、なんで知ってんの、なんで知ってんの、言ってた、ゆいな。うん、そうそうなんです。走る距離が長すぎてびっくりした。しかもさ、2人とも体力なくなってきてるのがほんまに面白かった。前捨てれた。そうなの、私の今ロック画面があの2人の漆黒のチェイサーの写真なんです。あれ見てたらめっちゃ元気出る。わかる、ちょっと F1 感すごいな、ブーンって。うん、交換をやめてほしいよあれ。うどん減ってない。終わってから、多分終わってから全部食べる。ディズのとある画像をロック画面にしてます。何？何？何の画面？何ですか？教えてよ、何のやつか。いや、めっちゃ面白かった。出てくるとこが最高ですよね、あの劇場のとこから。終わってから食べよう。なんか今さ、ショールームやからさ、気にして食べられへん。一番ゆずの LINE の背景はゆずちゃんにしたら、ほんまに。しかもさ、あのあれも面白かった、あのサムさん、イージーズダンスやったっけ。ネギチェックしました今。ほんまにお腹いっぱい。知らんかった、びっくりした。いや、マジで面白かった。あれほんまにさ、 YouTube に載せてほしい。 YNN さん、え、そう、モモネのサムさんもやばかった。そう、モッチにフリブイ動画を見せて、あのポーズの写真も見せて、サムさんこんなポーズしてるとかって言って見せてました。携帯のロック画面はユズとココナのツーショット。やった。え、 DJ ココナもやばいよな。見て、どうした？こっちへ。こっち。そこ。あ、いた。ごめんな、パチッつったな今。ごめんごめん。静電気聞いたな今。ごめんごめん。パチッつった。スコちゃん見ますか？で、サムさん受け継ぐの誰だ？誰も受け継がへんわあれは。なあ、すこちゃん、みなちゃんは暑いね、似てます。こんばんは、出てここ。でも今回一番だった手が届かない小初 D2、 もうあれ爆笑した、小初 D2。 はい、
こちゃん元気ですよ。いやもうね、しかもモッチの手紙はもう大号泣しちゃいましたね。あれはなんか私も知らなくて読むって手紙を、で始まる前にワイネーヌさんに呼ばれて、これワイネーヌから手紙でその最後の方に安田さんに読んでほしいんですって言われて、そうめっちゃもう泣いちゃいました。寒い、すごいじゃん、寒いよ、助けて。 SNS 思ったよりじゃなくてよかったね。いや本当によかったです。 Y ももらい泣きした。いやあれは泣いちゃいますよ。ねえねえねえ、かわいい。雪すごいな、いろんな地方で。久々にインスタライブしよう、後で。はい、めっちゃ静電気すごいねって。寒い。雪降ってないです、こっち。降ってほしい。確かに、そっか、同期の卒業久々やんな。確かに。あの仲やるならどれ？え？あやろ？キャラクターやんな。でもほんま真っ白のしたいから、桃でエスパー桃でお願いします。マジ寒い。マシなの失礼やろ。恥ずかしいわな、顔真っ白とかで絶対嫌ないけど。てかめっちゃ肌荒れそう。あれアバターもそうやけど、豆腐小僧やろ、もうあれやばいって。ほんまマジでおもろかった。花子さんもやりたいですね。あれなんか実質ちーまる子ちゃんみたいな感じじゃないですか。だから花子さんもやりたいなっていう気持ちもあります。こっちすら本気でやってんだよ。いやもう超笑いましたね、本当に。あれは豆腐食べとるやないかい。もうちマジでおもろかった。ほんまにおもろい、おもろい。そうシオンのまたぎもめっちゃ似合って、またぎもめっちゃ似合ってて面白かった。いやでも楽しかったですね、今回24時間。夜中のコーナーにも出させていただいて、初めての。はい、ということでそろそろ終わりたいと思います。そろそろ終わります。ショールームだいぶ長いことしたの、久々に。じゃあランキング発表しますね。13位のぶきちさん、ありがとうございます。12位しおたんさん、ありがとうございます。2位、あ間違えた、11位サマメロディさん、ありがとうございます。10位かんちゃん、ありがとうございます。9位かにぱんさん、ありがとうございます。8位やまぴーさん、ありがとうございます。7位なっちゃん、ありがとうございます。6位あさがさん、ありがとうございます。5位元気くん、ありがとうございます。4位こにたんさん、ありがとうございます。3位みゆずさん、ありがとうございます。2位山田さん、ありがとうございます。そして1位はガルゾーさん、ありがとうございます。9やな。インスタライブもしたいと思ってるので、もうすぐしましょうね、終わったら。はい、ということで皆さんショールームね、ちょっとだけでしたけどありがとうございました。
明日はブブカさんの本郷ゆずはバージョンの表紙もあるので、やばくない？本郷ゆずはバージョンってこのあんのかな、いつも2冊発売って。いやめちゃくちゃありがたいです、本郷ゆずはバージョンのブブカさんの表紙をさせてもらえるなんて思ってもいなかったので、皆さんぜひ見てもらえたらいいなと思います。はい、間違えた、マサメロディーや、ごめんなさい、サマメロディーとか言ってた、ごめんなさい。はい、ということで皆さんぜひ見てください。この後インスタライブもするので来てください、お願いします。じゃあね。